ピロシキーズのフロシキラジオ。この番組はピロネット小原、ピロネット小原の提供でお送りいたします。ピロネットピロネット夢のピロネット小原。皆さんこんにちは。こんにちは。このラジオは私たちロシア生まれ関西育ちピロシキーズの2人がリスナーからの様々なお便りに風呂敷を広げていくように様々な方面に話を広げながら答えていく YouTube ラジオになります。お届けするのはモデルやタレントをさせていただいている私アレクとコラムニストタレントとして活動しておりますブラスの2人でお届けいたします。この動画は画面も見なくても楽しめるラジオ形式でお届けするので、家事やお仕事、お勉強をしながら聞いていただけたら幸いです。なんでこっち見ながらちょっと笑うねん。ちょっとニヤニヤすんじゃねえ、こっち必死に呼んでんのにあんたバカ野郎やろめ。カメラ目線とか必要じゃないの。見とけ見とけ見たんやったら。もう。ちょっと。7月になりましたよ。そうよ、もう蒸し暑くなってきて。いやもうそんなことより何より。なんや？レジ袋の有料化。あ、そっちね。もうさっき、今さっきファミリーマート行ったやろ。そう。あいつよ。あいつって誰よ。あいつよ、いつものあのチャイナのあの男よ。チャイナか知らんわ、あれなんかどっか一国人の。態度の悪い人。もう、全然、だってレジ袋さ、こっちもう慣れへんねん、まだ。レジ袋がいりますって事前に言うのが、聞いてくれてもええやんか。あ、な、あいつ聞きもせんとさ、ね、聞きもせんと、ピッとしてピッとして、はい何百円です、ぼーっとしてんねん商品はみたいな、はい持って帰れみたいな顔してんねんこっち払った後。いやわかんねん、コンビニの店員もな、なんかいちいちなこれ聞かんとあかんくなったのすごいめんどくさいんやろうなって思うねん、このレジ袋いりますかって。だから、うん、ドヤ顔で聞かんとちょっと不快な気持ちになるやろうけど、客をちょっと教育してやろうって気持ちがあんねんあいつ絶対。あ、そうなん？それで、あ、この店では自分からレジ袋がいる人はいるって言わんと、うん、あかんみたいにしようと思ってると思うね、あいつ。なるほどね。客に自分で事前に考えてもらっているかどうか伝えてもらうみたいな。そうそう、そういう思いで、あえて言わんようにしたね。そう。こっちもでもな、それ気づいてるから、うん、こっちも、まさと待ってんねん。待ってんねん。あれ、レジ袋はみたいな、うん。ほんでもう気づいてんねん。レジ袋有料化やから、レジ袋いりますって言わんとあかんっていうの気づいてんねんけど、あいつも聞いてこうへんから、こっちも言わへんし、向こうも、それで最終的に向こうが折れて、レジ袋は、あ、いります。あ、忘れてたみたいな。これわかんねんね、こっちも。頑固やな。わかってんねんけど。そういう性格やねん。そうなのよ。めっちゃ不満あるやん今日。もういろいろ投票箱しよう、もう早速これやっていきます。はい、じゃあお願いします。本日のテーマはこちら、イライラ投票箱。リスナーの皆さんが普段感じるイライラすることについて私たちがお話しさせていただくコーナーです。では早速お便りを読んでいきましょう。はいはい、ラジオネーム大分さんからのお便りです。大分さん、はい、お、私は大分県から上京し普通の会社で働くいわゆる OL です。去年の春新卒で採用され入社した会社の上司に対してイライラしています。というのも私の上司は部下を名前で呼ばない上司だからです。入社して間もない新卒全員に出身地を聞き、全員を名前ではなく出身地の都道府県名で呼ぶのです。私は毎日大分この種類を見てくれという感じで話しかけられ、その度にイライラするし、親にもらった大事な名前を否定されたようで傷つきます。私と友人の山梨と北海道よ。あの人は昔お笑い芸人を目指していたから、それが面白いと思ってるんじゃないかなとのことです。もし面白いと思ってるのであれば、誰かを傷つけてまで笑おうとするのは最低だと思います。私の友人の山梨と北海道曰くって、もう馴染んでるやん。なんかもうね、あの笑いを超えられんかったわ、こらえられんかった、あもう路列が、いやーすごいな、こんな感じで。いやでもね、実は自分も名前覚えるのめちゃめちゃ下手くそやねん。あ、そうなん？苦手。苦手なん？めっちゃ苦手。
また何かで覚えるよね。あ、この人なんか、昆布茶を飲んでた、昆布茶さんみたいな感じで頭の中で覚えちゃうんやけど。いや、でもそれもう仕方ないよな。なんか覚えられへんもんは覚えられへんよ。俺もなんかさ、兵庫県姫路市やんか、出身。中学校の頃に、なんか、トライアルウィークっていうのがあったねん。なかったやろ、トライアルウィークって。え、知らない、ないそれ。なんかトライアルウィークっていうのは、なんか一週間ぐらい、なんか毎日決められた職場に中学生で出勤をして、なんか職業体験、働く体験みたいな。あった？うち、幼稚園やった。あ、幼稚園って、幼稚園の先生やったん？うん。なるほどな。幼稚園の先生として行って、結局楽しかったけどね、あれ楽しかったよ。あの思い出いいわ。急に思い出して楽しそうやな。いやー、今すごい急やな。よかった。子供可愛かった。めっちゃいっぱい遊んだ。思い出しちゃった。ああ、いい感じ。いや、で、自分は病院やったね。あ、病院やったんや。病院やったね。もうおじいちゃんとかおばあちゃんばっかり。病院って何の病院なん？え、姫路なんちゃら病院よ。なんか、その普通にこう、なんていうの、人のなんか健康診断的な。そう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 、そういう普通の病院。だから手術室入って。あ、そうなんや。そう、なんか手術はしひんかったけど、もちろん。手術してる。それ手術したら大問題やで。じゃあ手術してるところには入らへんけど、手術室に入って、ここでこう手術しますとか、手を洗う体験とか。なんかそういうのもいろいろあって。あんたじゃあ何お医者さんになる予定やった？いや、違うねんけど、なんかお医者さんのあれが割り当てられたね、じゃんけんとかして。あ、そうなんや。そう。で、その時に、なんか、年寄りの人って、噛みできひんから、そうね。流動食やねん。こう。なんか柔らかい、おかゆみたいなね。いや、違うねん。まあ、あと入れたりするやつもあるよね。点滴的な、そうそうそう。うんうんうん、で、その流動食をなんかこう、配ってくださいみたいな、みんなに。あ、そんなやってたんや。そう。いや、わかったって。なんか、茶色いうんこみたいな流動食やで。ほんで、それを。やめろや、うんこ言うな。で、それをなんか、山田さんとか山本さんとか、なんか、山シリーズの部屋にな、渡された時に。山シリーズ集められてるんや。なんか山シリーズやったねん、その時は。あと、田んぼシリーズ、田中とか。田んぼシリーズもあったんや。あと、山田もそうやね。それも田んぼシリーズ。分けられてんのかな。そう、でもなんかもう全部違いがもう分からんくて、ややこしいな。もう誰が誰とか分からへんしとか、もうすっごい適当にかけて、めっちゃ怒られた。なんか流動食って、人によってこう入ってる成分が違うから、なんか適当にかけたらあかんって言って、もう首みたい。もう首。首されたい働いて初日から首みたいな感じ言われたんや。首やったね。ほんでなんか結局最終的にはなんか病院の先生が預けている子供たちのなんか幼稚園の先生で俺も結局されためっちゃ嫌やったわ。使い物ならへんっつって。そう。だってもう全部一緒やん。山田も田中も山本も全部一緒やん。こっちからしたら。山から始まるもんは。全部山やろみたいな。だからそんな感じ、やっぱ覚えにくいよ。なんか、なんやろな、こう、二文字とかやし、まあ、覚えにくいっていうのはあるんやろうけど、でもまあ、いいんちゃう？俺、大分って呼ばれたら、俺だから、おい、お前、おい、兵庫って呼ばれるようなもんやろ？おい、大阪みたいな。大阪？大阪？まあ、俺別に嫌な気持ちせえへんな、まあ。嫌な気持ちはしないけど、こう、おいっていうのはちょっと嫌やな。あ、おいは嫌やな。おい、うちのさ、お母さんとかもさ、日本に来て、最初の頃にお父さんと一番最初に喧嘩したワードやったわ、おい。お父さんがなんかな、お母さんに対して、おい、みたいな。おい、こっち来て、みたいな感じで言ったね。で、それに対して、これロシア人あるあるやと思うの、めっちゃ周りでも、ロシア人の結婚してる人たちで喧嘩したあるあるやねんけど、いや、おいって何様みたいな。おい、私、名前があるんだけど、みたいな。ロシアって名前は確かに名前で呼ばんと、ちょっと失礼というか、えいていとかっていうのは、やっぱり失礼やろ、ロシアって。そうね、多いじゃないけど、えいっていうのがあるもんね。そうそうそう、えいっていうのがあるんやけど、やっぱそれは失礼とされてるから、それと同じ感じでこう、おいって、日本やったらさ、おいっていうのは悪いけど、おいだったらこう、優しく呼んでるような。外国人からしたらそれもややこしいよね。そう。わからへんから。一緒やみたいな。もうそこで めっちゃ大喧嘩。もうなんか、ほんま、1ヶ月ぐらい口聞いてなかったで、あれ。そうなんで。うん、もうほんまにすごい。失礼な、私。あんたの嫁なのに、私の名前も呼べないって、どういうことみたいな。私は多いじゃねえよって。で、お父さんもなんかムキになって、いや、そういうあれ悪いあれじゃないから、別に日本やから、ここ日本の文、ここは日本かもしれないけど、この家の中はロシアよお母さん、強っ
一歩家の外に出たらいいけど、あんたはロシアの女と結婚して、ロシアだからここは、いいか分かったかみたいな。なんか、そんなことはないみたいな。大変だと。やばい家の中もロシアだとかって言ってたんや。まあ家の中どことかそういうのはまあ自由やからな、そこは。なんかパスポートもらうところみたいやな。なんかもう、ここはロシアだって、ロシアの大使館みたいな。細かいよな、いうのも全部。大使館やからここでは、みたいな。まあでも、これ、なんやろ、この上司の人はなんかちょっと愛がある感じやと思うで、なんか。やっぱ山梨、北海、山梨、北海道って嫌やな。なんかさ、大分やったらええし、山梨さんもいいよ、兵庫とかはいいけど、北海道だけ急にさなんかすごいなんかドスコイみたいな感じじゃない？すごい北海道はちょっとすごいな。なんかその迫力あるわ。都道府県にもよるかな。やっぱり群馬とか可愛いよな。群馬ってちょっと群馬来てみたいな。群馬ちゃんみたいな。群馬みたいな。いやでも埼玉嫌やな。埼玉ってちょっと埼玉みたいな。埼玉嫌な。埼玉嫌な。まあでも大阪やったら大阪さんいるしね。あ、そうかそうか、大阪なみさんおるもんね。うん、まあ、ありそうな感じやから。なんやろう、うん。でもさ、その会社でさ、なんか大分さんが10人いたらどうなんやろ。いやだから大分1とかじゃん。大分さん。いやいや、それは嫌やわ、もう。なんかちっちゃいので行くんちゃう？ C とか何々 C とかで行くんちゃう？なんかそれは特別感ないわ。あ、そうな。多すぎるとなんか嫌ちゃう？まあ、会社のこう規模とかにもよるんちゃう？もうそれはもう規模やわ。多分そんな大した会社ちゃうんちゃう？だって。お、うん、まあ相手は多分傷つけてるつもりないんやろな。てか俺そう、そこで思うねんけど、この一番最後のさ、うん、誰かを傷つけてまで笑おうとするのは最低だと思うし、思います。なんかこの、笑いをするのにあたって、誰かを傷つける笑いは絶対に NG っていう考えが最近世に多いと思うね。うんうん、なんかその、人を傷つけて、笑いを取るのに人を傷つけるのは最低だっていう。なんか、それはわかんねん。わかんねんけど、なんか、過敏になりすぎというか。まあ、これって難しいやん。だって、自分がさ、そう思わなくても相手が思っちゃったらそうやし、なんか、こう、どう言ったらいいんやろ。少しでも傷つく人が少ない内容で笑いを取るようにしようとか、だったらわかるけど、うんうん、誰も傷つけへんって絶対無理やねん。難しいね。外歩いててさ、うんこ漏らした話で笑いを取ったとしてもさ、うん、なんかそういう病気で漏らしやすい人とかがもし聞いたらさ、うん、そうね。やっぱ傷つくやん。そうね。どんなことでも絶対傷つくねん、人って。なんかいろんな人がおるから。まあそれはもちろん。だから、もう全部っていうのはほんま無理やと思う。昨日もな、うん、まあ、これ笑いじゃないねんけど、これツイッターに、とあるつぶやきをしたのよ。ちょっと読むな。とあるつぶやき。昨日夜つぶやいた話。あ、ちょっと待って。わかったかも。そうそう。ちょっと読むな。うん、自分の子供に何でも買い与え、過保護に育てる親を見ていると、ロシアでよく言われる言葉を思い出す。大変な時代は強い人間を生む。強い人間は いい時代を作る。いい時代は弱い人間も生む。弱い人間は大変な時代を作る。今はいい時代だなーっていう。まぁ、あ、ちょっと、ええで、その、なんか、何ドヤ顔で、なんかいいことつぶやいた風にしてんのっていうのはちょっと置いといてよ。あ、置いといて。今突っ込もうとしてたけど。何こんな気持ちよくかなってみたいな。こんな、なんかいい言葉書いた風にみたいな。ブレちゃん気持ちよかった？まぁ、あ、気持ちいいやん。まぁ、あ、それはまぁ、置いといて。でもこれってそんなに、一般的には、悪い言葉じゃないというか、うんうん、いやでも全くその通りや。時代っていうのが回るもので、うん、こうやっぱり大変な時代を生きてる人って強い人間になって、うん、でもその人たちってやっぱいい時代作っていくし、いい時代に生きてるとやっぱ悪いこと経験ないから、だんだんやっぱそういう過去の大変な思いとかを忘れてちょっと良くない時代になっていって、うん、ほんでまた強い人が生まれてって、なんかこの循環って、うん、なんかどの、ね、人類としてあるやん、そういうルーティン、時代は繰り返すとかっていうけど、まあ、そういう背景もあるんかなっていうつもりで書いて、うん、まあ、俺としてはこんなんでまさかさ傷つく人おらへんと思うやんか。あ、でもおったね、夜中に DM でな。いや、これで傷、この
このツイートで傷ついちゃった人。 DM で超長文で来たねん。なんてちょっと読むな、うん、もちろん名前とかあの隠しますよ、うん、ブラス君いつもテレビで拝見もしていて拝見しています。初めて DM 初めての DM がこんな内容で悲しいのですが、ロシアのことわざを思い出されるとのツイートですが、気分を害しました、うん、子育て中のものです。まずほぼすべての親は必死に初めての子育てに奮闘をしています、うん、各家庭のやり方があります。〇〇ちゃんの家では OK、 うちでは禁止などその時どっちが正しいかは言えません。物をいろいろと買い与えることは本当に一概に悪いことなのでしょうか、うん、から始まって、まあ、すっごい長文に及ぶんやけど、うんうん、まあ、何せ自分は親に辛いこう親に結構親が厳しかったから、うん、結構トラウマになったから自分の子供には、うんうんうん、あの好きなことをいっぱいさせてあげようというつもりで子育てをしてるんだって。まあまあ自分もやっぱりあのなんか子供だった時にこう買ってもらえないものがあって、まあ多分親はいいと思ってそういうことしてたんだけど、私は思ったね、大人になったら自分の子供には全部買ってやろうって。そう、でまあそういう方針で子育てをしてるから、うん、なんかそれをすごい否定されたみたいな感じに思ってすごく不愉快でしたみたいな。でこれでこの人は私のことフォローも外して、うんうん、まあ、とにかくすごいこう嫌だったと。怒っちゃった。怒っちゃった感じなのよ。うん、もうでも、こっちからしたらそれってもう想定できひんやんか。うん、もうそんなん言い始めたらな。うんうんうん、でも、確かに一方で、子供に、やっぱり子供が自分の力で何かこう切り開いて、うん、自分の力で何かやらんと成し遂げる感覚とかそういうのが養えなくて、うん、やっぱり、人生、辛い人生を歩んでしまったっていう子もいると思うのよ、中には。で、何が正解か分からへんやんか。だから、なんやろな、これ見て俺すごい思ったのが。なんか、正解がどうのって見るよりも、そういう考え方もあるし、そう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 、こういう人もいるよねっていうふうにやっぱ考えないと、無理だよね、だって。っていうか、なんかいろんなな、芸能人とかが何かを言ったことにすごいこう、がっかりをしてやりとか、うんうん、傷ついたりする人っておるけど、うん、自分と考え方が違うなって思ったらいいけど、うん、それによって傷つかんといてよって思うねん。なんで傷つくねん。そんなん自分のさ、私はこう思うっていうのをさ、自信を持って生きてたらさ、うん、考え方が違うなんて済むことなのに、うん、なんで傷つくねんって思わへん。だってさ、人生ってもう人の数だけあんねんで。まあそういう風に考えるとね、私が生きてる人生とアレちゃんどんなに似てても違うやん。こっちゲイやし、うん、アレちゃんは女の子でそれなりに違う大変さもあるやろうし、うん、なんか子育てがあるとか、ましてやこの方やったらさ、親がなんかどうのこうのって、親が厳しかったとか、うんうんうん、優しい家庭で育った人も、うん、みんな絶対違う人生を生きてるから、例えば笑うポイントもみんな全然違うねん。違うよ、俺だってめっちゃおもろいと思ってテレビで言ったこと全然ダダ滑りするし、うん、全然おもんないなと思ってることみんなははって笑ってることもあるし、うん、そうやってもう他の人もそういうのを聞いたら、そうそう私もわかるってなってる人もいっぱいおるから、うん、何が傷ついて何が傷つかへんポイント、笑うポイントも違うんやし、傷つくポイントってのもみんな違うから、もうある程度みんな全員が私のことを傷つける人だろうなと思って生きた方が楽やと思う。だから子育てとかもさ、別に自分が好きな人にさ必ずしも褒められんでええやん。なんかこう子育てとかするのもな、なんか辛いのは分かんない、大変なのは分かるけど、誰かに必ずしも認められて必ずしも褒められなきゃいけないってことない。自分が正しいと思ってやってることを堂々とやってたら別に褒められんでもええでって思うで、もう俺は。だからなんかこのな、誰かを傷つけてまで笑おうとするのは最低だと思いますっていうところは、俺なんかちょっとしんどいなと思う、その考えで生き始めると、うんうんうん、だからまあ単純にあなたは都道府県で呼ばれたら傷つく人かもしれない。それは別にそれでなんかムカつくあって、うん、っていう人ももちろんいるからね、思ったらええけど、うん、でも全然それが面白いと思う人もおるから、うん、それを面白いははって笑える人をそこまで否定せんでいいやんと思う、うん、なんか私と違う笑いのツボを持ってる方だなぐらいに思っといたら世界平和やん、うん、まあなんかね、そういう傾向にあるよね。なんかこう言われると攻撃されちゃったみたいなね、うん、
なんか思い込みに入っちゃう人、あ、なんか私の逆のことを言いたくて、私のことをなんか攻撃したくてそういうこと言ってるんだみたいな。してないもん、そんなん攻撃なんか。ね、もうちょっと落ち着いて、なんかそういうのね。考え方が違うっていうことにやっぱりちょっとこう、それで学ぶこともいっぱいあるし。そう、そんなもう勝手に言っとけぐらいやで、ほんま。なんか勝手に言っとけって感じやん。なんかもう私は私よって生きていこうよって思う結構。そうよ。なんか自分はその考え方よね。迷惑かけなければ、周りにね、なんかそういう警察になんかお世話になるようなことしなければ、うん、自分の好きなようにしていいと思ってんねん。うん、なんかそこまでね、迷惑かけなければ。でも 100% 誰にも迷惑かけずに、生きるのって無理だから。私たちって常に誰かに迷惑をかけて、うん、生きているんだからね。うん、だからしょうがないよね、これは。お互い様よ、みんな。お互いにね、迷惑かけ合って生きているような世の中なんだから、まあ、許す心を持つことだよね。ピーロネット、ピーロネット、夢のピーロネット小腹。まあ、それでは、はい。次の。長くなりましたが。そうね。それでは次のテーマでございます。ピロスケからの質問箱。リスナーの皆さんからいただいた質問について私たちがお話しさせていただくコーナーです。それでは早速アレちゃん、お便りを読んでください。はい、ラジオネーム犬さんからのお便りです。犬なの？なんかね、何も書いてない。結構ロシアやとサバカって言うと悪い意味になるよね。犬って言ったら、ね、人に対してのこう、まあまあ、怒鳴り口調でも使える言葉よね。前は、まあ、犬さん。はい、犬さんでございます。ゲイって何ですか？先日女子校の同窓会に十数年ぶりに行ったら友達が嫁をもらっていました。性癖を聞くほど仲のいい友達ではなかったのでその時は流しましたが、ほんまは好奇心むき出しでえくり倒したかったです。その友達の見た目はフリフリ女子ですが、一人称が俺で嫁の写真はギャル、二人の間には子供が授かってました。どういうことなのと思いましたが、おめでとうというだけで精一杯でした。変態から根掘り葉掘り聞き出すにはどう接すればいいでしょうか。ブラスはどんな風に聞かれたら気持ちよく性癖を語ってくれますか？これちょっとむずいな。でも女子校で、女子校に通ってて、うん、見た目はフリフリな女子なんや。だからもうスカートとか履いて、スカートとか履いてる感じの、もう、キャピキャピしてる感じの。キャピキャピ、ザ女子なんやな。うん、でも、うん、一人称が俺で、その結婚した相手はギャルなんや。だから、普通のレズビアンってことやな。うんうん、で、二人の間には子供が授かっていました。うん、どうなる？養子とかそういうことなんかな。まあ、多分日本では多分、精子提供っていうのはあんまり流行ってはないから、もしかしたら誰かに頼んでとか。なのかもしれない。それ分からへんやん。まあ、提供してもらったりとか、うん、誰か、そのなんか子供だけお願いできませんか、作ってくれませんかっていうのもできるだろうし、まあ、養子にもらうのもできるし。まあ、だから、まあ、よくわからんけど、子供はどうにかして授かったっていうことだよね。でも、それ普通に聞いたらいいんちゃう？お子さんってさ、どうやって作ったんって聞いたらいいんちゃう？どうやって作った？いや、じゃなくて、お子さんって、なんか、なんか普通に、俺、性癖をな、聞くって言ったらさ、うんうん、気持ち悪いなって思うな。なんか、まんじるって結構出るタイプですかとかさ。何それ。いやなんか、そういうのは嫌やねん。それはわかんねんけど。うでも、普通に子供って、なんか、なんか、養子なんですかとか、そういう聞き方したらさ、嫌な感じじゃなくない？しかもさ、これなんか、嫁をもうもらってたっていうことをさ、うん、写真まで見してんねんか、これ。これ私結婚して、今嫁こうなんです、とか言って。隠してないね。隠してないや、もう見せてるし、うんうん、なんならちょっと自慢なんじゃないの？女が好きですっていうのを普通に自分で言っちゃってるよね。同窓会なんかいくらでも隠せる場やんか。まあね。もう全然隠しても。もう別に、私結婚まだなんですよってこう言ったらいいやん。そうね。それをわざわざ言ってるってことは、うん、ちょっともう心開いてる証拠やから、そのくらい、なんか、子供どうやって作ったのみたいな。だからその、どういうことなんて聞いても別にな、問題ないと俺思う。そうね。なんかな、それが会社のな、上司が、なんかいきなり、うん、
なんかちょっと噂で聞いたけど結婚してるらしいや女の人とエッチってどうやんのとか、そんなんでいきなり聞き始めたらさ気持ち悪いけど、それはちょっと違うな。同窓会でわざわざ写真まで見せてる人に、うん、そこまでの配慮俺いらんと思うで。なんかな、これ逆に多分この人が女の人と一緒におるから聞きづらいけど、うんうん、この人の相手が男やったらさ、なんか、どこで出会ったのとか聞くやん。あ、そうやな。なんか、それぐらいの軽い感じやもんな。そうな。相手、彼氏、チンチンでかいとか、そのくらいも聞くやん。俺は聞くね。チンチンでかいとか、聞かへんねんけど。俺はめっちゃ聞くねん。もうやめろやー。だから逆に、この人がレズビアンであるがゆえに、うん、もう配慮しすぎ。まあ、気使うんやろな。なんか、怖いんやろな。からへんから、多分。でも一緒なのよ、多分。なんかね、男と付き合ってても、女と付き合ってても、感覚は一緒なんだと思うけどね。俺は全然で聞いてくれた。俺は個人的にね、それ嫌っていう人もおるけど。逆にブラスが、例えば、まあ、彼氏ができて子供ができましたっていう時に。いや、もうそんなんじゃなくて、もう男のチンチンのどこが好きって言われたら、もう全部事細かに説明したら。それはあんたが好きなだけやろ。嫌になるくらい、全部、この仮の裏のここの部分がなって言って、もう全部言ってあげるわ。それブラスだけやそれお前だけやで、ほんまに、うん、だからなんかだからこれは俺少なくとも同窓会のこの TPO は別に聞いても構わないと思います。気になるんやったらなんか2丁目とかよく遊びに行って聞いてみたら感覚養えるで、ね、新宿2丁目そうめっちゃ養えると思う。アリちゃん2丁目とか行かへんの？2丁目行ったことないな。ないの、うん、なんゲイの知り合いとかおるん？お前や違う違う、お前や。他のなんか俺以外の、ゲイの知り合いどうやろう、いいのかな。いや、なんか普通に知ってる子はいるけど、別にそんななんか仲良く遊んでる感じは別にないのかな。じゃあちょっとさ、なんか何、あの2丁目連れててくれんの？そう、でもそれに行くにあたってちょっと何個かなんかゲイ用語みたいな教えてあげるわ。ゲイ用語とかあんの？ゲイ用語教えてあげる。それ何、一般人があんまりこう分からへんように使ってる用語なんかな。まあ、どうやろうな、分かる人も多いんちゃう。ちょっと何個かクイズ出してみるからさ、うん、俺あれ言うたるわ言うたるわ言うたるわ。じゃあおこげ。おこげ聞いたことない。おこげって何やと思う？おこげ、なんかその何、あの焼き色がこう米についてる感じもうそれしかなんか、まあそうそうそう、あの想像つかないんだけど、米が焦げた状態な。うん、ちょっと待って、もうちょっと考えて。おこげってどういうキャラクターが濃いってこと？違う。何？おちんちん黒いってこと？ごめん、もうそれしか出てこへん。焦げてるってこと、おちんが。違うね。おこげってどこにひっついてる？あー、なんか鍋の周りとか？あ、鍋じゃないな。おこ、米って何でたく？あ、なるほど。釜。釜。おこげって釜に。ひっついてるな。ひっついてるやろ、うんうん、だからおかまにいつもひっついて回ってる女のことをおこげっていう。うちおこげちょっと待って、うちおこげな。おこげな。おこげあんたごめん、もうそっか、ブラスにひっついてるってこと。そうそう、ずっとおかまにひっついてばっかりおるから、もういつも男まともなのんけと関わりもせんと、おかまとばっかり行動してるから、あんま幸せにならへんでって言って、ちょっとバカにした意味もある、ちょっとだけ。おこげか。おこげ。あともう一つあるのが、おすす。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 すす。おすすめされるおかま。意味が分からん。もう全然分からん。おすす、何、吸うってこと？じゃあ、おすすは、その逆やねん。ちんちん吸う人。お鍋にひっついてるのがおすす。うん、お鍋にひっつくのがすす、すすがひっついているから、お鍋ってこけたらすすになるやん。こすって洗わんとあかんくなるやん。だから、ゴミがついてるってこと？お鍋っていうのは、レズビアンの、要は心が男性の女性のことやな。それにひっついている男のこと。要は逆。あ、逆バージョンか。そうそう。それをおすす。す、この分からへんわ。こんな、おすすがいるわとか言われても全然もう、何、おすすってなんやって。あいつおすすだからな、みたいな、そういう感じで使うんかな。まあ、分からへんように作ってんのかな。いやいや、そんなことはないけど。通じひんやん、だって絶対そんな。いや、全然通じる。これは通じる。おこげとか言われても、おこげ大好きです、みたいなしか言えないもん。あと、立ちとか猫とか分かる？あー、それ分かる。なんか、ポーズ。
やるときのポーズちゃうの？だポーズっていうか、だどっちがどっちをやるのかっていうこと。あ、そうそうそう。男性それはなんかみんな聞くよね。側が立ちやな。なんかそれちょっとなんか、ね、なんで猫っていうか知ってる？なんか失礼やと思ってんねんけど、それ。あ、全然失礼じゃん。ちょっと失礼じゃない？立ちなん猫なんっていうのは全然聞く。え、猫っていうのはなんかもうやられる方じゃなくて。なんで猫っていうか知ってる？え、なんかお尻を向いてる感じだから。そうそう、だからこの。このなんかお尻をプリンって。この体勢が、そうそう、猫っぽいから、でも猫。あ、よかった。想像でいけたわ。想像した通りやったわ。で、いやまあ一応ラジオやから私には聞かへんの、うん、でブラスはあ、聞いたしない。ブラスは何、あのタッチなの、猫なの、リバ。何やねんそれ。聞いてへんし、そんなリバって何やねん。どっちも使えるってこと、リバーシブルってこと。そうそう、両方のことをリバ。あとなんか立ち寄りリバとか猫寄りリバとか言うじゃん。あ、じゃあなんか猫寄りっていうのは、まあ、たまに立つけど、でもどちらかというと猫の方がいいですっていう人。そう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 、結構この話題にもなるかな。あとなんかオラ猫とかもある。オラ猫、オラ猫、オラ猫、何やねんそれ。オラオラしている猫のこと。オラオラしている猫、だから早く掘れよみたいな。猫やのにオラオラしてる人のこと。すげえ、これツンデレ的な感じか、うん、なんか MS みたいな感じか。 SM じゃないの、うん、逆、まあどっちでもいい、私は一緒や。あ、オラ猫じゃん。なるほど、猫やけど S で、タチっぽい、タチっぽい感じやのにこうリード、うん、エッチではリードしているのに、うん、猫側をやる人のことだったのかな。なんか正しい、これなんか SM も一緒みたいなね。 S に2種類があって M にも2種類がある。あ、そうなん。そうそう、 M はこうやられる方と、あのやらされる方、うん、で S はやらせる方と、やる方。そうそう、なんか4種類があるみたい。そうなん。アレちゃんはなんなん。え、うち、え、うちどうやろう、多分でも実際は M よりなんかもしれない。え、実際はっていうの、てかド M じゃないの。ド M にしか見えないんだけど、なんやろう。まあ、ほんまは M がめちゃめちゃ究極に M が好きなんやけど。え、どういうこと？男が M がええってこと？いや、M の男がいいってこと？自分が M になるのはいい。そうそうそう、めっちゃいいけど、でも、あの、S の時は結構それもめっちゃ S。え、どんなことすんの？え、もうなんかわからへん。縛るかも。まあ、縛られたい。あ、どっちもリバや。縛っている。リバなんかな、うん、か一緒や。立ち寄りリバみたいなもん。あ、じゃあ、猫寄りリバちゃう？だから。猫よりリバです。違うわ。いや、まあいろいろあるから、なんかおもろいね。もう結構そういう、もう終わった、めっちゃ楽しかったのに。クイズ、クイズ終わり、もっと欲しいの、もっと出して。もう時間が長いね結構。みんな聞きたいよね。いいよもう。じゃあまたそういう動画作ろっか。あ、じゃあそういう動画作る。結構あるね、そういうの。そう、めっちゃある。あ、じゃあ今度はなんかブラスのなんかそういう詳しい詳しいことを動画に撮りましょう。ややちょっと秘密にしたい。嘘つけ、今全部言ってたやんかあんた。ということで、はい、本日はここまでになりますが、どうやって、はい、めっちゃさ応募あったよな今回、手紙の。え、めっちゃよかった、あれ作ってよかったね。そう、イライラ投票箱応募フォームにしたからさ、うん、もうブラちゃんが作ってくれたから、もう時間かけて。だから、皆さんもね、この風呂敷ラジオ皆様からのこのイライラ体験談とかお悩み相談ね、募集してて、概要欄の方に、あれ貼ってます、応募フォーム。そうね、でそこからいろいろご応募めっちゃあるから、うん、めっちゃ来てめっちゃ嬉しかったから、また徐々に徐々にちょっと頻度増やしていこうかなとか思ったりもする。まあ、でも容赦なく突っ込んでいきますので。あ、そう、あの、あれ、ね、全然必ずしも同意しないという感じになるからね。そうね、まあ、そういう感じのスタイルでいきたいと思うので、そう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 、ぜひ皆様ご投稿の方ね、お待ちしております。お待ちしております。もうこの都内もの感染、コロナの感染者数ちょっと増えてきて、増えてきたね。増えてきて、もうあの小池百合子の会見も、選挙終わったから言うけど、小池百合子何言ってるか分かりませんね。全然何言ってるか分かりません。あやふやってことなの？いや、じゃなくて、なんか喋り方がな、言ってるか分かんない。とといたしましても、この度感染者数が増えたということに関しましては、把握をしておるところでございます。なんかちょっと分かんないね、でも。一方で、また都内の方でも病床の方をしっかりと確保するというところとともに、宿泊施設等でもしっかりと現在病床の方を確保していく次第でございます。またPCR 検査、こちらの方もしっかりとしております。あと小池百合子な、
PCR っていうの俺 PC って言うんやもう日本人らしく C って言えっていう感じやし PC って言ったらもうチンチンだからねロシア語で PCR やからPC はあのいっぱいいっぱい あそこがあるっていう状態でございますねたくさんのチンチンとか言ってるようにしか聞こえん、うん、だからもうなんかもう俺最近あのよく眠れるようになったねあの小池百合子の会見もないつもあの録音してんね録音っていうか YouTube で聞けるようにしてほんで寝る前に再生するねん小池百合子 の結構1時間ぐらい会見してるから小池さんの会見をなんか寝るためのあめっちゃあれ眠れるで、ね、みんなも寝た方がいいやめろやほんま眠れるやめろほんまにめっちゃあちょっとやってみてあの、またあとといたしましてもあございます PCR しか聞こえへんからあそれしか聞こえへんもうそれしか言わへんってこと2時間やってんのにもうこれ言ってへんか分からへんけど俺この間関西帰った時にあのちょうど選挙やってた 都内の都知事選、うん、でそれのニュースを見ながらあの姫路の友達と話してたねんけどな、うん、小池百合子パイパンなんやろって言われて誰が言ってたんそんな友達なんかなあの小池百合子さんエジプト、うん、にずっと留学してたから あっちの方って砂糖のこう固まった練り飴みたいなんで脱毛する文化、うんうんうん、でみんなパイパンにするっていうのがなんか、うん文化やからでそれになんか昔小池さんが出てたあの番組で本人がこうその脱毛にハマってるんですって言ってたから絶対パイパンやで小池百合子パイパンやと思うハマってるんやったらそうめっちゃで関西では小池百合子パイパン説みたいなのが流行ってたみんな気になるんや小池さんの誰が得すんねんとか思うけど、ね、気になるんやねいやもう知らんでもこれこそまさに超セクハラやだからもう怒られるわこんなん小池さんに、ね、もう小池さんがねパイパンですけど何かっていうね俺知らん小池百合子さんパイパンかどうか俺は知らんけど、うん、関西ではみんな小池百合子はパイパンだと言ってたしかもなぜブラスが聞かれるし本当ですか見たことないし知らんしみたいなブラス見たことある説、まあもしまあ、絶対ないけど小池百合子さんもしこれ見てたらなんかそういう風に思われてるらしいのでなんか否定するなり肯定するなり無視するなりしていやもう触れない方が嫌だやめようそこはあれちゃんはちなみにあれですかねカトちゃんペや、ね、カトちゃんペでございますチャーリーチャップリンのねシリーズでございますもう本当にねあのなんかなんだろう何も変なものつかないっていうところについてるっていうかはい、いやもう気持ち悪いな可愛らしい感じでやめろや、まあ、じゃあ私も一応お伝えさせていただくかなりあの一度パイパンにしてからかなり生えてきてる状態でございましてあらかなり生えてる状態かなり生えてきてる状態でございますよあもう想像つきます、もう全然あのチンチンこうやってやるときについでにこうゴリゴリやってもらったらゴリゴリそれも気持ちいちゃいますあのねこうパッチンパッチンは言わないですねそれお前やろお前やろパッチンパッチンはもう言いませんのでその点だけご了承いただければと思いますはい皆様ということで本日もこれで締めていいかなございました以上ピロシキーズのプロシキラジオでしたチンコチンコチンコやめろや